64年前後っていうのは結構いろんな仕様変更が、あるんですよ。そんなですね、仕様変更と、その特徴といいますかについてちょっとお話しできればと思います。いらっしゃいませ、ギターバイヤーの増田です。今回はですね、こちら、フェンダーですね、そのフェンダーのストラトキャスターの話をさせていただこうと思います。ちょっとマニアックな仕様なんであれなんですけども、今この写真というか動画というかこれ見ていただいているだけで、これの製品名というか、モデルネームというかその年式というか、そういうのがですね、モチーフとなっている年式ですね、製造年式ではなくモチーフとなっている年式っていうのがパッと出る方は結構マニアかなと思います。というのもですね、今回 のメインのお話というのはフェンダーのですねストラトキャスターのモデルチェンジなんですけれども、その64年から65年前後ですね、そのくらいってめちゃくちゃ忙しいよねという感じのお話をさせていただこうと思います。本当にこの辺ややこしくって、しかも結構前後してたりもするんで、必ずしもこう順番にこういう風に切り替わっていくっていうわけでもないんですけれども、本当にこうパッと浮かぶだけでも、例えばロゴのパターンだったりとかピックガードの色だったりとかピックアップのボビンの色だったりとかですね、かなりですねたくさん仕様変更があります。そこら辺ですね、ざっくりというか、お話をしてみたいかなと思います。はい、というわけでですね、私オンラインストア運営しております。こちらの製品はじめですね、お取り扱いの製品については概要欄のリンクの方からチェックしていただきたいと思います。合わせましてですね、ご委託販売だったりとか、受け止めたまっておりますので、もしよろしければですね、まずお問い合わせをいただければと思います。というわけで、早速ですね、フェンダーの64年前後ぐらい、ちょっとピンポイントですけどね、ピンポイントの、製品の仕様変更のお話していこうと思います。はい、というわけでですね、早速、フェンダーのストラトキャスターのですね、仕様変更についてお話をしていきたいと思うんですけれども、まずですね、フェンダーの製品、そもそもですね、そのマイナーチェンジというのはですね、フェンダーの製品に限らず、当然ギブソンでもそうだし、フェンダーの中でも、ストラト以外にもテレキャスターだったりとか、マスタングでもジャガーでもジャズマスターでも何でもいいんですけれども、結構ですね、そのいわゆるヴィンテージと呼ばれる年代、50年代から始まって、60年代、70年代に至るまでですね、その、年式によってですね、その工場だったり生産環境だったりとか、作る環境もそうですし、どこに向かって販売しているのか、国内だけなのか海外向けも出ているのかだったりとか、ひいてはその会社の事情といいますか、会社がこう買われる買われないとか、そういう話もいろいろあったりとかしてですね、かなりですね複雑にというか、数年おきにだいたいマイナーチェンジというかモデルチェンジというかを繰り返しています。でストラトキャスターもですね、かなりですねバリエーションといいますか、常にアップデートをずっとしてきたギターで、例えば1954年、54年の製品が一番最初の初年度というか初期の製品になりますけれども、この頃からですね、そもそも木材が安定してなかったりとか、アッシュだけじゃないとかね、いろいろあるんですけれども、木材の使われる木材が必ずしも安定していなかったり、一般的にはアッシュと言われてますけどね、いろいろ使われているということで安定していなかったりだったりとか、ちょっとこう54年は初年度っていうこともあって、プロト的なこう兼ね合いもあったりとかして、結構ですね特別な仕様がですね結構極端に違ったりするんですよね。でそれに対して55年になったらもうちょっと製品として仕様として安定してきてだったりとか、もうちょっと経つとですね、57年ぐらいにはボディ材がアルダノが標準的になっていくだったりとか、プラスチックパーツの素材変わっていくだったりとかですね、どんどん変わっていきます。でそのうちメイプルシバンだったのがローズシバン、メイプルワンピースのネックだったのがローズシバンになるとか、本当いろいろありますよね。ストラトキャスター別にフェンダーじゃなくてもいいんですけれども、調べていただくともういろんな見た目の仕様があると思います。これは歴史的に実際に存在しているものがベースになっていることが多いと思うんですけれども、それだけですね様々なバリエーションが、存在していて、それぞれがそれぞれ評価ちゃんとされているっていう感じです。アッシュメイプルも人気あるし、アルダーメイプルも人気あるし、こちらの方ですね、ローズシバンのものも当然人気はあるということでですね、それぞれの魅力があるんで、必ずしもどの年式がいいっていうわけではもちろんないわけですよ。それだけですね、いろんなところでいろんな方面で評価をされているストラトキャスターなんですけれども、今回はその仕様変更の中でも64年ですね、64年前後というものにちょっと着目してお話ししたいと思います。このあたりのですね歴史だったりとかっていうのは、ヴィンテージにそれぞれに造形が深い方だったりとか、今はネットで普通に大体書いてあるんであれなんですけれども、皆さん大体ご周知かなとは思います。1965年ですね、CBS という会社ですね、フェンダーは買収されるんですね。そういうですね兼ね合いもあってですね、この64年前後っていうのは結構いろんな仕様変更が、あるんですよ。64年、65年、分かりやすいのはラージヘッドとかですけどね、
まあ、ロゴを目立たせるためとかいろいろ言われますけれども、そんなですね、仕様変更と、その特徴といいますかについてちょっとお話しできればと思います。で早速ですね、その64年に変わるポイント1なんですけれども、まず1つ目が、これは一番やっぱり分かりやすい、そしてよく言われることだと思います、ロゴですね、はい、こちらの製品は今分かりますかね、いわゆるこうよく一番よく見るタイプのロゴっていうんですかね、いわゆるこうスモールヘッドのタイプに細めのロゴで、スパゲティロゴなんて呼ばれています。いわゆるスパロゴっていうふうに言われると思うんですけれども、このスパロゴ、これはですね、50年代、まあ、最初の頃からずっと使われているタイプのロゴタイプになっています。これがですね、64年の途中から中期以降は、トランジションロゴというですねタイプで、もう少しこう太字のタイプになります。これですね、結構そのヴィンテージの世界でもですね、人気が分かれるところといいますか、評価が分かれるところでして、もっと具体的に言うと、同じ64年製のスタートだったとしても、スパロゴなのかトラロゴなのかで販売価格が変わるぐらい結構重要なポイントなんですね。というのもですね、一般的にやっぱり有名なのっていうのはこのスパロゴなんですよ。トラロゴって若干マニアックな仕様なんですよね。若干マニアックで、まあ、例えばジミヘンが使ってたとか、モンタレーの有名なライブで使ってるとか、そういうのももちろんあるんですけれども、やっぱりですね、一般的にはというか、やっぱりこうイメージの強い方も多いと思いますし、最近だったら、まあ、ジョン・フルシアンテとかもそうだし、まあ、彼のは62年のストラトが有名ですけれども、だったりとか、まあ、スティービー・レイボーンでもいいんですけれども、やっぱりですね、皆さん結構スパロゴで有名な方が結構多いんですよ、まあ、特にサンバーストのストラトとセットのことが多いかな、まあ、ロリー・ギャラガーとかももちろんそうですしね、はい、まあ、そういうのもあってですね、まあ、ロゴのフォントについてはまあ好みというか評価分かれるところなんですが、こちらですね、その前期にあたる、まあ、どちらかというと人気の高いスパロゴ、まあ、一般的な人気のあるタイプですよね、タイプになっております。これがですね、まず最初に変わるところかなと思います。まあ、ちなみにトランジションロゴ、トラロゴ、トランジションっていうのはそのこう過渡期的な意味でして、その後ですね、数年でモダンロゴっていうタイプに切り替わりますね。よりこう、まあ、モダンっていう名の通りなんですけど、ちょっとモダンっぽいデザインっていうんですかね、一応そういう名前が当てられておりますけれども、それまでの変革的なロゴ、過渡的なロゴということで、スパロゴの後はトラロゴになって、トランジションからモダンロゴになるっていう感じの流れでございます。そして続いてですね、ピックガードなんですけれども、これですね、結構意外とというか、なんというか難しいんですけど、これ今ご覧いただける通りですね、ピックガード、まあ、白です。ピックガードだったりとかプラスチックパーツっていうのは基本的にはこれ全部白で統一されているんですけれども、これ64年は結構微妙で、65年の方が基本的には多いと思うんですけれども、この64、5年に、このパーツがですね、色が変わるんですよ。ちなみにこれはどちらかというと変わった後、歴史的には変わった後のタイプでして、一番最初はですね、いわゆるミントグリーンですね、ミントグリーンは一番最初ではないんですけど、その3プライのガードになってからは、いわゆるこうミントグリーンのパーツになっております。まあ、これはですね、内側の層がこう透けて見えてるからそういう風な色になってるとも言われるんですけれども、要は、まあ、緑っぽく見えるグリーンガードなんですね。グリーンガードでパーツの色もですね、ちょっとミントっぽいというか、近い風合いの色合いになってたりするんですけれども、これがですね、結構見た目の印象がやっぱり変わるんですよ。こう遠目でこうパッと見た時も、白っぽいのか緑っぽいのかで、こう極端に言うとこうヴィンテージっぽいルックスっていうんですかね、ちょっと語弊があるかもしれないんですけれども、まあ別にね、その白いピックガードが全部ヴィンテージじゃないかって言ったら、もちろん全然そんなことないんですけれども、やっぱりグリーンガードの方がこう遠目で見た時になんかこう雰囲気が出て感じやすいんですが、結構ですね、例えばそのジョン・フルシアンテとかもそうなんですけれども、彼とかがステージで弾いてるストラトっていうのは本来グリーンガードのはずなんですよ、年式的には62年とかなんで。なんですけど、結構照明の兼ね合いとかで結構白っぽく見えることが多いんですよね。写真とかで写ってるやつとかでも結構白っぽく見えることが多いんですよ。そういう理由であえてこうトラロゴで白いピックガード、歴史的にはかなり貴重というか、逆に珍しいんですけれども、過渡期というか入れ替わるタイミングなんで逆に難しいんですけれども、そういう風に見えなくもないということでですね、あえてこう白ガードを探してるって方も中にはいらっしゃるんですよね。そういうところもまあ結構フェンダーの面白いところかなと思うんですけれども、そんな感じでですね、ピックガード、まあ、パーツですね、この辺はやっぱり結構印象変わるところなんですけれども、この辺ですね、変更されるのが64年65年ぐらいの話でございます。そしてですね、これも結構年式的には微妙なところなんですけれども、前後してるっていう意味ですね、ところなんですけれども、64年65年前後ぐらいにはですね、ピックアップ、外側からは見えないです、中身の、ボビンの色ですね、ボビンと呼ばれる、内側の、コイルが巻かれている樹脂のパーツといいますかね、そのパーツの、色が変わります。
厳密に言うと中身は違うんですけど、その50年代、64年から始まっているそのブラックボビンのピックアップ、黒いタイプっていうのがずっとですね、50年代からずっとこう使われているんですけれども、まあ、厳密にはその細かいマイナーチェンジはしてるんですけど、ずっとこう黒いボビンが続くんですね。で、64年、65年ぐらいにはですね、中のボビンの色はですね、グレーに変わります。これですね、ボビンがグレーになると何が違うのかっていうことなんですけれども、ちょっとですね、レシピが変わるみたいで、やっぱサウンドも変わるんですよ。まあ、もしかしたら厳密に言うと、こうそこのトランジションが必ずしも一致してなくて、グレーボビンなんだけどブラックボビンっていう中身があったりとか、逆もまたある可能性は、まあ、もちろんね、難しいんですけど、そこら辺は可能性としてはなくはないんですけれども、一般的に傾向として言われるのがですね、やっぱりそのミッドシックスティスのブラックボビンというのは、例えばスティービー・レイ・ボーンとかですよね、に代表されるような、あとローリー・ギャラガーとかに代表されるようなですね、こうどこか、ミドルが厚いと言いますか、音の分厚さみたいなのがすごくよく出るようなイメージです。ミッドが厚いというか、ローが厚いというか、高音域がすごいトレブリーというよりはミドルがすごく厚かったりとか、音が太く聞こえるようなイメージなんですよ。そういうようなイメージがなんとなく感じられるんじゃないかなと思います。リーシューのピックアップで言うと、テキサススペシャルって分かりやすい名前のピックアップがありますよね。あれとかも割とこうそういうイメージだと思うんですけれども、まあ、そういうですね、ある種こうブルージーなトーン、ちょっとウェッティーなトーンというか、そういう感じのイメージがするのが、ブラックボビンのピックアップでございます。それに対してですね、その64年の途中、65年頃ですかね、に切り替わるグレーボビンのトーンってどういうトーンかと言われると、これですね、それこそ有名な、ジミヘンですね、モンタレーポップフェスティバルでしょうか、60あれは7年とかですよね、66年かな、60それぐらいのライブが、有名なライブがあるんですけど、あの燃やさせて、ギター燃やしてるやつの有名なやつあると思うんですけど、あれで使われているストラトっていうのがブラックのストラトなんですが、あれがですね、トラロゴでグレーボビンと言われているんですよね。で、あれ64っていう決着が確かついてると思うんですけど、あれ64年製と言われているんですが、あれとかまさにグレーボビンのトーンだなと思っていて、グレーボビンのトーンはすごくこうバイト感が強いです。高音域がですね、そのブラックボビンよりも強く抜けてくるような印象があって、かなり攻撃的な音に聞こえますね。地面の音ってこう太いとか、なんかこう甘いとかっていう音というよりは、かなりこうジャリジャリしたようなイメージあると思うんですよ。結構こう、まあ、ファズのね、聞かせ方とかももちろんあると思うんですけれども、結構ですね、ジャリンとしたバイト感、抜けの良さっていうのがあると思うんですよ。ああいうイメージがあるのがグレーボビンでございます。まあ、これはですね、当然どっちがいいとかって話ではなくって、傾向の話ですので、まあ、お好み、例えば、まあ、地面っぽい音が好きならもちろんそっちの方がいいし、それに対してレイボンっぽい音がいいんだったら、もちろんブラックボビンの方が合う可能性はあるよねっていう話なんですけれども、そんな感じでですね、ピックアップの内容が変わることによって結構音の傾向も変わってくるという感じでございます。まあ、それと同時にさっき申し上げたようなピックガードの仕様、色の仕様変更だったりとか、ロゴの変更だったりとかというのがあるんで、結構ですね、その64以前というか、まあ、スパロゴの64以前と、それ以降トラロゴの、トラロゴのスモールヘッドみたいな、まあ、ちっちゃいくくりあるっちゃあるんですけど、まあ、そういう感じにくくられたりとかしているっていう感じでございますかね。そしてこれすごい細かいんですけれども、このですね、ドットの色合いですね、これもですね、これは65年ぐらいが多いと思うんですけれども、ドットの色が変わるんですよ。具体的にどういうことかと言いますと、こちらをですね、ご覧いただけてるかな、ちょっと拙者を指しておきますけれども、クレイドットと呼ばれるタイプでして、色がですね、マットな質感の色合いのドットが打たれているんですよ。まあ、これ全部のポジションですね、全部のポジションがそういう、なんですかね、ちょっとマットな質感の、ポジションマーク入っているんですけれども、これがですね、65年になってからはですね、ホワイトパールですね、パールですね、パールのドットになります。まあ、パールってまあそのいわゆる白鳥貝みたいな感じで、まあ、ギブソンとかはねずっと使っていると思うんですけれども、ちょっとこう光沢があるような波紋があったりとかするような、ドットポジションマークが入れられるようになります。まあ、これ別に見やすいとか見にくいとかそんな変わらないと思うんですけれども、一応ですねそういう変更がある。まあ、それもですね、見た目で視覚的に若干やっぱり影響があるんで、まあ、そういうところもですね細かく見ると変更されているという感じでございます。その後はですね、そのヘッド形状がラージヘッドになるとかですね、まあ、そういう分かりやすい変更もありますし、結構厳密に言うと色合いも結構変わってきたりとかするんですよね。同じサンバーストでも色のつき方というか、内側の黄色さ具合だったりとか、縁の黒の太さだったりとか、結構細かいところは大きく変わっていくんですが、やっぱりですね、その辺、その前後というのはフェンダー社の会社の事情とかもありましてですね、かなりマイナーチェンジが多い時期でございますね。
そんな感じでですね、いろいろ変革のある64年前後なんですけれども、こちらがですね、実は今回カスタムショップの製品なんですが、モデル名は1964年タイプ、64ストラトキャスターというタイプなんですね。ですね、先ほど申し上げたマイナーチェンジのポイントを結構こううまく抑えたですね、ちょっとマニアックな仕様になっておりまして、具体的に言うと、まずロゴの部分は、トラロゴですね、いわゆる初期のタイプです。トラロゴになってます。トランジションのロゴになっている。そしてですね、指板ネックの方行って、指板はですね、クレドットになっています。つまりネックはですね、結構その64年の前半寄りなんですね。64というモデルから言ってますけど、一応64年の前半ぐらいなイメージなんですね、ネックは。それに対してボディなんですけど、ボディはですね、ピックガードがご覧いただきますと白いタイプになってます。つまり、ここはですね、64年の後半以降、もしくは65年ぐらいにまたがってもおかしくないような、製品の仕様というか見た目の感じになっているんですよ。もちろんフランケンとかそういうことではなくって、ネックとボディは別々とかそういう話ではもちろんなくって、そういうですね、過渡期的なモチーフをしているかなりマニアックな仕様なんですね。でですね、そんなですね、マニアックな製品仕様がまさか、レギュラーモデルというかカタログモデルになるわけもなくですね、こちらですね、当時カスタムオーダーで作られた製品になっています。当然ですね、当時のカタログには載ってないタイプっていうことなんですね。このですね、いわゆるカタログ外仕様、カタログには載っていないオーダーとかによって制作される仕様というのをフェンダーのカスタムショップでは TBC、チームビルドカスタムというふうに呼んでおります。そんなこちらのですね、チームビルドカスタム TBC の1964ストラトキャスターなんですけれども、いわゆる NOS という仕上げですね。塗装はですね、いわゆるこう今は標準がレリックになっていて NOS っていう仕上げはないんですけど、ピカピカの仕上げですね。塗装面も光沢がしっかり残っていて、レザーチェックとかも特に入っていないです。いわゆるですね、まあ、ニューオールドストック、 NOS はニューオールドストックの略なんですけれども、まあ、普通の仕上げです。エイジドじゃないピカピカの仕上げでございます。ギブソンでいうとグロスですね、そういう仕上げになっております。で、先ほど申し上げたようなですね、かなりこう64年の中でもこうネックの方は結構前期っぽい、それに対して白いピックガードがついてるっていうちょっとマニアックな仕様になっています。まあ、カラーはね、普通にサンバーストですね。で、ネック周りのスペックが当時らしくって、結構最近ここ10年ぐらいですかね、はもうですね、ミディアムジャンボフレットで、まあ、61-05とかですね、ミディアムジャンボフレットに 9.5 インチラジアスっていうのが結構もうデフォルトというか標準的というか、もうそれじゃないと弾けないみたいな方も結構多いと聞きますけれども、まあ、そういう仕様がですね、ここ10年ぐらいは多いんですが、こちら2007年製、この当時はですね、まだいわゆるこうヴィンテージのスペック、ヴィンテージ直径のスペックですよね。50年代の、60年代のですね、50年代60年代のフェンダーの指板のスペックを、伝統的なタイプを採用しています。具体的に言うと、7.25 インチのラジアス、指板の丸みがあって、フレットが、ヴィンテージサイズですね、ヴィンテージサイズの細いタイプです。この方は見た目が結構やっぱりすっきりしてヴィンテージ見えはするんですけど、結構最近はですね、レリックとセットで、まあ、ミディアムジャンボで 9.5 インチっていうのが多いんで、あえてですね、このヴィンテージっぽい仕様、それちょっとマニアックな仕様になりますけれども、まあ、ミディアムジャンボの方がやっぱり、ね、弾きやすいという方多いんであれなんですが、ちょっとですね、そういうこうヴィンテージを大切にしたですね、衣装を大切にした仕様になっております。ネックシェイプはですね、その60年代中期頃イメージされてると思います。全然ですね、決して分厚くもなく、薄くもなくというですね、ちょうどいいタイプのネックです。フェンダーですと、例えば60年前後ぐらい、いわゆるスラブボードですね、指板がですね、分厚く、なんていうんですかね、こうフラットに貼られているタイプ、それに対それがですね、結構細いものが多いんですよ、時期的に。それに対してもうちょっと厚みを持たせたような印象です。だから決して全然細いということもないし、本当に標準的って言っても差し支えないような、程よいグリップね、程よいグリップのネックですね。非常にですね、こうまあ本当に万人に持ちやすいタイプだと思います。ナット幅が広いとかも全然ないですしね、一般的なタイプです。そしてですね、ピックアップなんですけれども、さっきちょっとこうグレーボビンとブラックボビンの話をさせていただいたんですが、こちらですね、いわゆるブラックボビンのタイプですね。で、もっと言うとファットフィフティスというピックアップついてます。これですね、またちょっと絶妙なところで、年代からするともっと例えばテキサスとかついてた方がある意味それっぽいっちゃそれっぽいんですが、あえてですね、多分狙ってるんだと思います。ファットフィフティスのピックアップついております。ファットフィフティスの特徴はその名の通りですね、50年代仕様になっていて、結構ですね、音の押し出し感が強いというか、単音の太さを感じやすいっていうんですかね、そういうようなイメージがあります。
そしてですね、さらにハーフトーン、まあ、これ 5A になってますけれども、ハーフトーンでハムキャンセル機能がついているっていうのも結構嬉しいポイントですかね。結構ですね、歪ませて使うという時にノイズが気になる場合はハーフトーンをうまく使っていただくと、いい感じに使えるんじゃないかなと思います。そんなこちらの個体なんですけれども、まあ、その NOS という仕上げの特性上どうしてもですね、傷がつくと結構目立ってくるとは思うんですが、製造年式考えると大変綺麗な状態保っております。まあ、色合いとかももちろんそうですし、普通にですね、傷ですよね。傷はですね、ほとんど、まあ、もちろんあるんですけど、細かいピッキングの跡だったりとか、もうだから、ね、15年とか前のものになるんで、傷が全くないってことはもちろんないんですが、全体的にですね、大変綺麗な状態保っております。はい、非常に綺麗です。で、例えばアームだったりとか、ブリッジカバーだったりとか、そこら辺の付属品認定証ですね、とかも、そこら辺もですね、ちゃんと揃っていて、そこら辺ですね、結構魅力的かなとも思っております。そんな感じですね、ボディも非常に綺麗なんですけれども、まあ、ネック周りも非常に状態よくって、ネックも今適正な状態に調整させていただいていて、もちろんパラスロットの動作も全く問題ない状態でございます。フレットもですね、ヴィンテージフレットなんですけれども、目で見てですね、明らかに消耗しているところがほとんど見受けられなくてですね、大変ネック周りもいい状態だと思います。ネックがちょっと縦の仕上げなんですが、ネックはですね、やっぱり多少こう引いたということでですね、ツヤが結構出てる感じではあるんですけれども、打痕だったりとか塗装の剥がれだったりとか、そういうのはですね、見受けられなくて非常に綺麗な状態だと思います。はい、というわけでですね、こちらの魅力的な、64ストラトキャスター、このスパルゴっていうのがポイントですかね。はい、こちらですね、デモ演奏ご用意させていただいております。それでは早速どうぞ。
でしょうか。このスパロゴにホワイトガードっていうのが、まあ、ポイントかなと思います。この組み合わせですね、歴史的にはやっぱりなかなかないんで、たまにですね、あえてこの塩を探してる方いらっしゃると思うんですけど、やっぱりジョンフーシアンテのとかは結構ピックが白に見えるからなんですかね。結構ですね、程よくモダンさもありつつ、ヴィンテージっぽいテイストを全く失っていない、非常にバランスの取れたところだと思います。それはですね、見た目だけじゃなくてサウンド面も、そんな感じがしてですね、非常にですね、いいんじゃないかなと思っております。ネック周りがね、こうヴィンテージタイプっていうのが結構最近少ないんで、まあ、NOS の仕上げもそうですけれども、フレット周りのヴィンテージスペックも結構少ないんで、そういう意味でもですね、魅力が今の現行品とはあえて違ってですね、魅力あるんじゃないかなと思っております。というわけでですね、こちらの個体、ご興味ありましたら、概要欄のリンクの方からチェックいただけますので、よろしければですね、ホームページの方をご覧いただければと思います。というわけでですね、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。